かに通じ合ってるこの二人。知ってる。来た。レンタロウ。切れてる。やばい。彼女をディスられることがすごい男だ。すごい男だ。はい、どうもアニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは君のことが大大大大大好きな100人の彼女第6話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました100カノですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、今回で第6話なんと水着会でございます。こんなに早くて寒くなった季節に水着会をやってしまう100カノ、大好きだぜ愛してるぜベイベーという感じで、まあ今回レンタロが4人目の彼女、4人の彼女を引き連れてプールに行くんじゃないかということで、もうワクワクが止まりませんわ私というところでもあるわけなんですけれども、まあ話の流れとしては、まあなんか流れというかね、なんかこの作品の話の流れとしては、彼女ができて彼女が馴染んで、さあ新しい彼女っていう流れになっていくと思うので、まあ今回はね多分新しい彼女出てこないと思うんですけれども、まあナノちゃんをこう彼女として迎え入れ、みんながどうやって楽しんで水着会をこなしていくのか、いろいろと注目していこうと思いますので、今回も楽しんでやっていきましょう。それでは見ていきましょう。よーい、スタート、レッツゴー。さて、バンダイナムコ、バンダイナムコフィルマークス、レッツゴー。さて、行きましょう。さて、あ、水着を選ぶとこから始めちゃいます？そんなんテンション爆上げピーナッツですよ。一年中遊べる大きなプール。あら。あら。ああ。あら、き、いや、い、もう、水着にもツンデレが発動してしまう。さて、あら、白かわいい。さて。やばい、店員さんが落ち込んでるよ。うん。もう褒めるよ。僕も褒めます。多分僕の1000倍褒めるよ。さあ、さあ、彼女4人になってどんなわちゃわちゃが繰り広げられるのかどうなのか。さあ、この子が割とラスボスというか、今期のラスト彼女だよね。どんな爆弾を持ってるのか、まあ、爆弾作ってるっぽいんだけど。さて。ここのいいよね。これあれなんだね、多分。効率化をリスペクトしてるんだろうな。かわいい。大好きな。さあ、テンション爆上げピーナッツ。さあ、いいよな、この曲めっちゃいいよね。一瞬で終わるもん、オープニングが。さあ、デート当日。あら、あら、ほくろに気合を入れてますね。あ、これはこれ、参考資料です。かわいいな、髪型、静香ちゃん。ペンの心の奥で。あら、あら、あらあら、あはは、そうね、あはは、清らかな涙。さて、かなめちゃん、すごい、なのちゃん、すごい水着ですね、素敵すぎる。さて、あら、顔が、
そういう判断。ああ、ちょっと恥ずかしがってるんだな。なんか、髪型もちょっと違って可愛いんだけど。さあ。あら、はっきり言うね。さあ、すごい。避ける。強すぎる。意外と相性いいな。語彙が本すぎて面白いな。もうなんか、しずかちゃんに関してはみんなの妹感が強いな。なんかそれぞれの髪型がなんか意識されててめっちゃ可愛い。あ、流れちゃうよ。くるくると。流れてるからかな。お？すーごい。もうなんか生きる術を効率的に学ぼうとしている。あら、え、だ、だ、で、ど、で、全集中、腕の呼吸。あら、やばい。狙っている。あはは、怖い。さて、なのちゃんどう思う？これを見て。さて、お？直球170キロ。すーごい効率的。なんて効率的なんでしょう。あの、そろそろ、あの、つまみ出されるよ。そういう場所じゃありませんって。あの、多分、すごい。あ、死んでる。あ、死んでる。あら。まあ、それ死ぬよな。多分。どう？さて、あの、味わっちゃダメだよ。あの、さて、意外。すごい流れが。あ、もう多分、あ、もう多分もう死んでるんじゃないかな。鼻。はい。あ、鼻閉じてそれは死ぬよ、本気。そして流される。時代の波に逆らえない。迷子かなってなっちゃうね。さて、そうね。あ、けど、あ、回る、時代と、しずかちゃんは回り続ける。顔、表情に出ているよ、すべてが。お助けあれ、誰も助けてくれない。さて、え？あ、やばくね？危ないところだった。かわいすぎる。失礼。やばい。もう多分。幸せすぎて失神してる可能性がある。さて。やばい。
なんやかんや通じ合ってるこの二人。頭のいい二人が。やべ、効率的じゃないから君たちと遊ぶのは。さて、やばいやばい、下船のものだ。一説によれば、一説によると、すごいな。ああもう、あ、男子中学生？ギルティ。男子中学生かな？やばいやばいやばい、捕まるよ。さて、なーのちゃん。よし、突き出そう。あ、やばい。強い。確かに。え？やばいやばいやばい。かか兄さん？チンピラが、やばいやばい。同時多発的にピンチが訪れすぎている。やばい。死んでる。もうどう、多分、終わりかもしれない。やばいやばい、戦闘力になったら、かなでちゃんを呼ばないと。さて。え？あら。ああ。ああ。ああ、いやいやいや、そんなことないよ。レンタロウは関係ないから、時間とか。愛情は時間じゃなくて重みです。あら！よく言ったよ、はかりちゃん。そうか、そうね。さて、やばい！あ、来た！レンタロウ！恋人のピンチに反応、体が動いている。この単価、アイアンクローの向こう側へ。いやーもう、そうね、下船な理由で。え、はあ、マジで。それはそれで楽しそう。あ、どっちもですよ。いや、できた。そうですよ。見ててください。後に100人になりますから。あ、多分余裕で、いや。どっちも本物だから、どっち、キスできてしまう。そうね。あら！あら。あら。できるんです。でもなんか、最後まで尊重してたのがいいね。そうです。何も見えていない。何も見えねえ。やばい。切れてる。やばい。彼女をディスられることが。
すごい。お？あら、かなねちゃん？かなねちゃんの髪型可愛すぎない？さて。あら、やばい。あ、あそこで。完全にレンタロウが死にかけているからだ。死んでる。これ、かなねちゃんの人工呼吸ワンツー？早い！やばいやばい。早い！早い！これが彼氏ですよ。まあ、一声でここまで元気になるとは思わなかったけどね。大量の出血から。そうね。そうね。そうなんだよね。もう時間とかじゃないわけですよ。さて、そして静香ちゃんが今遭難してるんですけど。やばいやばい。まあ、それはそう。あ、本当に万が一、あ、すごい。お助けあれ。お助けあれ、誰も聞いていない。こんな可愛い子が助けを求めているというのにだ。一生懸命。さて、あ、電池が。やばい。あ、積んだ。あ、やばい、顔が。目の前にいるよ、中洲で遭難してます。やばい、電池が。頑張れ、頑張れ、頑張れ。いや、大丈夫、レンタルなら聞き取れる。ソナーと同じだから。多分、聞こえるんじゃないかな。頑張れ。あら、お、すごい男だ。すごい男だ。探知機です。多分地球の裏側にいても反応するよ。ここで反応できるなら、もしかしたら専用のチャンネルがあるの、耳の中に。もしかしたら。でももうこんなんされたらさ、泣いちゃうよね。もう常にヒーロー、救世主、騎士様、王子様ですよ。もうなんか、常に静香ちゃんお姫様だね。いいなぁ。あら、あら、まあ、係員さんになったら怒っちゃうよ、僕。そういう場所じゃありませんよって。怒っちゃいますよ。あら。あら。そうね。かわいい。かわいすぎないか？あとはカラネちゃんだけだ。すいません、鼻がやばい。さて。あら。ここでカラネちゃんとの時間も作るっていう。はいはい。あら、すっげえチラチラ見て、なんでもないです。ああ。なるほど。そういうことか。
あら、やばい、わかりやすい。よく見てるね、レンタロウ。まあ、それはそうだと思う。ああ。ああ。ああ。めちゃん。あらー。そうか。起立。お、かわいい、かわ、あった、これは、それは参考資料です。これは参考資料です。これは参考資料ですけど。やばいやばい、痛い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 。すごい、全くブレてない。視線はブレず。視線は一点突破。あら、かわいい。僕も鼻水出ちゃったわ、かわいすぎて。あら、めっちゃ可愛いじゃないの。あら、痛い。あら、もう、すごい距離の取り方。すごい。そうね、なんか、しっかりと、もう心の回答完了です。かわいすぎるな。パンチ力がすごいな、カラネちゃんは。うん。フィジカルも心もパンチ力がとんでもないですね。あら。唇と唇のコミュニケーション。ああ。なるほど。完全に始まってしまって高まってしまっておりますわ。まあ、てかすごいな。レンタロウのこの行動の伴い方というのは恐ろしい。もう心から温まったね。ねえ。あら。いいね。あら。あら、いいじゃない。あらあら、出ちゃうわよ、私。あーちょっと、わー、じゃあ、お嬢様になってしまいますわ。かわいすぎる。それぞれと時間を作る。いいね。でも、なんやかんや、本当にデートが成立してるのが恐ろしいなっていうところではある。みんな楽しそう。見てましたか？チャラ男どもは。あのチャラ男、ナンパ男どもは見てましたか？もうマイケル富岡も裸足で逃げ出すような男になるんです。愛情レンタロウは。でっかくなるぜ。やばい、でもカナネちゃんの水着がちょっと今回可愛すぎて僕もちょっとニヤニヤが止まらなかったわ。そうか、でも確かにプロポーションっていう風に見たら、まあ明らかに、あれだもんな。なのちゃん、はかりちゃんはもう完全に高校生離れしてるけど、いいと思いますね。そうかそうか。で、あれだもんね。しずかちゃんは小動物的可愛さっていうところで、私の可愛さって何なんだろう、すぐツンケンしちゃうのよ、みたいな。あー、でもそういう心が乙女なのよっていうところがありますわよねっていうところで、素晴らしい素敵だなっていうところであります、かなねちゃん。なんかでも、なんやかんや、かなねちゃんが一番なんかヒロインらしいムーブをしてるよね。みんなヒロインなんだけど。誰が王道ヒロインムーブかって言われたら、かなりカラネちゃんがそれに近い気がする。とてもいい、とてもいい。なんかキャラの個性がしっかり生きてる。ナノちゃんもね、しっかり馴染んでるというか、なんか死んでないよね。すごいなって思う、なんか。
こんな中で馴染めるかなって思ったら、しっかり馴染んだまま自分の個性も 100% 活かしてるっていうのがね、だからこっから先増えたらどうなってしまうんだろうっていうところでもありますわねっていうところで、素晴らしい。はい、というわけで見終わったわけなんですけど、いや、いいですね。この作品いいな。すごいな。なんか改めて見ても、すごいですね。4人になってもらしさが一切失われてないですね。うん。めちゃくちゃいいなっていう風に思う。この作品すごいっすね。なんかさ、ここまで来るとさ、やっぱりなかなかにコメディに振り切るか、ラブに振り切るかで、割と結構難しい展開になっていくと思うんですよね。さすがに4人のヒロインを、こう、しっかりと活かしながら、書くって難しいと思うんだけど、すごいですよね。ナノちゃんもナノちゃんでしっかりキャラが生きるような配置になってるんだよな。やっぱりああいうキャラって多分他3人と違ってさ、行為が表面にバッて出てるわけじゃないから、難しいと思うんだよ、扱いって。うん、他の3人はさ、レンタロウ好きっていう風になってるけどさ、なんかやっぱりパッと見てわからないさ、このナノちゃんをしっかりレンタロウ好き好き方面に誘導してるというか、活かしてるっていうのがすごいね。だからしっかり馴染んでるんだよね、彼女、4人目の彼女として。いや、だからそこがすごいなっていう風にも思うし、まあどっちかっていうとね、今回はね、やっぱりラブ重視というよりコメディ界ではあったと思うんだけど、なのにしっかりラブの部分も回収してるから、ラブコメっていう感じがするんだよね。なんかいいよね、すごいよなっていう風に思う。なんかしっかりね、なんかね、愛情の部分となんかこのコメディのバランスっていうか、その比率っていうのが割と出だしからほとんど変わってない気がするんだよね。そこがすごい、本当に。キャラが増えれば増えるほどコメディに振り切ってくるかなって思ったんだけど、あ、しっかりここでもなんか愛情、愛を育んでいるのね、みたいなことになると、テンションが上がりますね、っていうところでありますね。ああ、いいな。かなねちゃんはすごいいいな。なんかこの、なんかヒロインムーブしててめっちゃいいし、なんかいいのがさ、キャラクターの個性がしっかり死んでないんだよね、なんか。割とさ、やっぱりさ、静香ちゃんのさ、コミュニケーションが難しくて声があんまり出せないっていうのってさ、割とやっぱりマイナスな個性にも近いわけじゃん。うん。まあ、おしとやかっていう風な美徳とも捉えられるけど、なかなか勇気の出ない、なんか、臆病な子っていう風な、そういう風な、属性に捉えることもできるけど、それをしっかり活かしてるんだよね。なんか、そこがまたすごいなっていう風に思う。なんか、なんて言ったらいいんだろうな。割とそういうのって関係をさ、なんか進めていく上で解決していく問題だけど、その個性っていうものにしっかり向き合って活かしながら、レンタロウがそれを救っていくっていう、完全にソナーでしたね。多分、地球の裏側でも、多分、静香ちゃんが名前を呼べば、しっかりと反応すると思います。大丈夫です。しっかりね、チャンネルが決まってると思うんだよね。チャンネルを静香ちゃんに合わせればね、多分、どんなところにいてもね、しっかり電波は届くんで、まあ、レンタロウ専用チャンネルっていうことでね、まあ、静香ちゃんと仲良く、コミュニケーションを交わしていただけたらなっていうところでもあるんだけど、いいな、かなねちゃんのツンデレも超可愛かったし、なんか、はかりちゃんはかりちゃんでね、ずっとレンタロウのこと思ってるし、なんか、それを、なのちゃん含めて、なんか、レンタロウ。なんか、レンタロウっていう存在を大枠でしっかり捉えてるのが、はかりちゃんっていうのがめちゃくちゃいいよね、なんか。なんやかんや、なんか、まとめ役みたいな感じになってるね。レンタロウくんはそういうこと望みませんよ、みたいな。なんか、改めて、こう、見直させてくれるみたいな感じで、すごいいいな。リーダーシップを取ってるし、めっちゃいいな。素晴らしいな。めちゃめちゃいいな。いいね、いいね。それでいて、やっぱりレンタロウの愛情の素晴らしさもね、分かってきたね。あははは。愛の深さがえげつないね。ピンチって言った瞬間にブーンって起きたからね。どんなに失神してても、ラグビー部が、失神して倒れても夜間かけて復活するみたいなのと同じように、レンタロウが失神してても、やばい、彼女がピンチよって言えば、ブーンって起きるっていうところね。びっくりしたね。殺意まで芽生えてた。おい、訂正しろ、殺すぞっつったらね。主人公のセリフかこれが。冷静に考えたら面白いな。訂正しろ、殺すぞって言ってたもんね。レンタロウの殺意は、ナンパ男に向いていくんです。はい、というわけで。いや、でもいいよな。なんか、代わりに僕が遊ぶぞっていう、その、ちょっとまっすぐすぎてちょっとずれてるところもね、レンタロウがね、愛おしくてしょうがないんだよね。たまんないな。全員の個性がモリモリになっても全然破綻してないこの作品、素晴らしいと思う。はい、というわけで、今回はこんな感じで終わろうと思います。素晴らしい水着会でした。かなねちゃんが超可愛かったな。なんか、ちゃっかりさ、みんなさ、髪型が違うところとかさ、なんかさ、作者さんさ、すごいね。なんか、わかってるなって感じがするというかさ、なんか見せてくれんなって感じがするね。なんか静香ちゃんの髪型とか、みんなの髪型めちゃめちゃなんか凝ってて可愛かったし、いいな。なんかツインテがさ、メインだったかなねちゃんがさ、もうここで、なんていうの、ハーフアップっていうの、あれしてるのめちゃめちゃ可愛かったし、最高でした。水着も超可愛いっていうところで、はい、素晴らしいなというふうに思います。はい、というわけで今回はこんな感じで終わろうと思います。以上、君のことが大大大大大好きな100人の彼女第6話でした。バイバイ。